はい、今日もですね、LINE ライブの方はずっと放送してたみたいですね。はい、おはようございます、おはようございます。もんこさん、おはようございます。まじちゃん、かずさん、けけけさん、はい、おはようございます。今日は10月2日、アンディビさん、今日もまあ天気でしょうね。青空が見えます。秋になってですね、アイポンさんおはようございます。秋になって嬉しいのはまた花がですね、こう咲き始めるということですね。ちょっと皆さん花が咲き始めたのでちょっとお見せしましょうね。おいしさん、ゆうさん、おはようございます。今日も真夏だし、これはあれですね、ムクゲ、ムクゲですね。そしてこっちの方にですね、花が少し咲き始めました。納豆さんございます。これはこれは少しもう弱ってるね。系統の種類かな。それからこういう花ですね。いろいろ花があります。これは何だかな。これは何でしたか、忘れました。これはあの以前の紹介にもありましたよね。ちょっとなんという花か忘れました。これは何でしたかね。これもちょっと忘れました。これは日草ですね。まあこういうふうに、花がですね、秋はまた花が復活して、咲くようになりました。それは嬉しいですね。夏はですね、夏の花は少ないですね。春と秋に花が咲きます。これからまた、花を紹介できるかもしれません。カズさん、おはようございます。主イエス様、今日この日を迎えてくださりありがとうございます。迎えることができてありがとうございます。今日のタイトルはですね、今日のタイトルは、イエス様は父の栄光を求めた。イエス様は父の栄光を求めたという、そういうタイトルですね。はい。このパソコンをこのように、固定するのはですね、私にとっては楽ですし、皆さんにとっても見やすいのではないかと思います。イエス様はこう言われました。自分から語るものは自分の栄光を求める。自分から語るものは、自分の栄光を求める。ヒットさん、ハレルヤ。私を使わした方の栄光を求める。私を使わした方の栄光を求める。イエス様は、父の栄光を求めました。父の栄光を求めました。栄光とは何でしょうか。栄光というのは、礼拝する
対象と言いましょうか、崇める対象、崇めることとも言えるでしょう。私たちはイエス様を礼拝します。父なる神を礼拝します。それは唯一の生きている神様であり、この万物の創造者であり、そして私たちの創造者であられるからです。私たちはイエスキリストを通して、イエスキリストを通して神を知り、神と和解し、神に栄光を返すものになりました。タロスさん、おはようございます。ポポロンさん、イエス様のおかげで今日も爽やかな朝です。そうですね、今日は少しやっぱりだんだん寒くなってきましたね、だんだん寒くなってきて、もうそうですね、まあ当然といえば当然かもしれませんが、ハレリア、おはようございます。先月からイエス様を信仰し始めました。イエス様大好き、わー素晴らしい。先月からイエス様を信仰し始めました。素晴らしいですね。一人の人が悔い改めて、一人の人が救われることは天国で歓声が上がると書いてあります。一人の人の救いは大きいのです。皆さん一人一人の救いが大きいのです。この世では一人の命は、何かこの世界ではですね、人間が虐げられています。ルルルさん、はい、おはようございます。今日の朝は見たニュースの中で、中国の、ウイグル自治区、新疆ウイグル自治区というのが中国の西の方にあります。そこではウイグル語の出版とか、ウイグル族のですね、まあ、知識人を強制収容所に入れて弾圧してますね。ウイグル族を弾圧してます。私たちは祈らなければなりません。中国はそのようにとんでもない少数民族の弾圧をしています。それは、共産主義をですね、この独裁にしたいからですね。共産主義を独裁にして、その少数民族、そうですね、まあ、イスラム教の人たちですが、いくらイスラム教だからといって弾圧していいわけではありません。ごまちゃん、おはようございます。私たちはその中国のそういう不当な人権侵害、人権弾圧に対して祈る必要があります。トランプ大統領がその中国に対して経済制裁を、経済的なその関税を上げているのは、そういう中国が、とんでもない人権侵害、そのとんでもないことをしているということをトランプ大統領は知っているから、トランプ大統領はそのように中国に対して、まあ、民主主義を訴えています。そして香港デモもそうですね、まあ、香港デモが正しいかどうかはちょっと言えませんが、香港デモの主張はですね、普通選挙ですね、普通選挙、まあ、民主主義ですね、香港の議員が半分以上が中国政府からの指名であって、選挙で選ばれる議員は半分以下だそうです。それはとんでもないことですよね。以前は香港は民主主義で、イギリスの、まあ管理していた特別な地区だったんですけど、中国に返還されて民主主義が脅かされてきました。
香港の人たちはそれに抵抗しているわけです。中国の独裁に対して抵抗しています。ですから私たちは、私たちの戦いは霊的な戦いです。民主化の戦いというのは本当は霊的な戦いです。多くの人は政治的な戦いとして、思っているかもしれません。しかし、民主化の戦いというのは悪魔がこの世界を支配しようとする、その悪魔の力に対して、悪魔の支配は嫌だという、悪魔の支配は嫌だというそういうクリスチャンの戦い、それが、一つの形が民主化だということです。ですから皆さん、その霊的な戦いを学ぶことによって この世の政治の在り方、経済の在り方が見えてきます。太郎さん、キリちゃん、サタンから国民を守ると立ち上げてはどうですか。いや、クリスチャンの政党ができてほしいと思いますよ。もし関心がある方は、作ってくださいね。クリスチャンの政党を作ってください。それは、大事なことではないかと思います。そのうちできるんではないかと思います。真由美さん、おはようございます。牧師も日大紛争に参加したんですか。私の兄がですね、私の兄が日大紛争に参加しました。セシさん、香港も返還直前まではイギリス人のみに選挙権があった。返還直前になって中国籍の人にも選挙権が与えられた。ああ、そうですか、そうですか。ヒットさん、ナチスが私を連行した時にそれに抗議する人はどこにもいなかった。そうですね、私たちは教会の一つの、教会の一つの働きは社会正義ですね。社会正義です。教会はそういうナチスに対して抗議をするべきでした。日本の軍国主義に対しても、教会は抗議するべきでした。いくつかの教会は、日本の戦争に対して反対しました。そういう教会はですね、その特攻に逮捕され、拷問を受けたり獄傷したりしました。まあ他の宗教もですね、他の宗教も宗教弾圧されました。ですから、今の日本の政府はですね、日本の政府はその戦前戦中の戦争反対をした人に対して謝罪するべきですね。そういう弾圧をした、戦争反対した人が非国民としてひどい目に遭いました、戦争反対した人に対して国は、ひどい扱いをしました。しかしその戦争反対した人たちに対して日本の政府は謝罪してないと思いますが、いかがでしょうか。それはおかしいですね。その戦争中に戦争反対人たちに対しての謝罪をするべきだと思います。そして今同じように、その日本政府の右傾化に対して多くの人は警告しているわけです。あ、おはようございます。多くの人は、
多くの人は日本の今の右傾化に対して抗議をしています。はい、ごめんなさい、話が、飛んでしまいました。今日のタイトルは、ですね、イエス様は父の栄光を求めた。こんちゃん、おはようございます。あやつきさん、おはようございます。まあ、どういうことかと言いますとですね、イエス様は、優しくて謙遜な方です。イエス様は優しくて謙遜な方です。そして、謙遜というのはですね、皆さん、謙遜というのは、自分の栄光を求めるのではなくて、本当に栄光 を受けるべき方に対して、栄光を お返しします。イエス様は謙遜な方です。イエス様は、神としての神の見姿でもある方にもかかわらず、父に栄光を返しました。それはイエス様はそういうお方であり、また私たちに見本を見せるお方なんですね。はい、太郎さん、いってらっしゃい。イエス様はこうおっしゃいました。私が語るのは、私が語っているのではない、父が語ることを私は、語っていると言いました。またイエス様は、私がしていることは自分からしているのではない、父のしていることを見てそれをしているんだとおっしゃいました。イエス様は自分の良いことをですね、自分の良いことを自分に栄光を返すのではなく、父に栄光を返しました。そしてイエス様おっしゃったんです。はい、ライオンさん、おはようございます。自分から語るものは自分の栄光を求めますとおっしゃいました。イエス様はご自身の栄光を、求めませんでした。イエス様は謙遜な方です。イエス様は、自分を使わした父の栄光を求め、自分の栄光を求めませんでした。イエス様は、そういうものに不正はないとおっしゃいました。ですから私たち、この誰に栄光を返すか、私たちは気をつけなければいけません。もし牧師が、自分の栄光を求めるならば、それは不正だということですね。自分に自分の栄光を求めてメッセージをするならば、その牧師は不正だということです。ですから私も気をつけます。私は、イエス様に栄光を返しますね。すべての栄光をイエス様にお返します。その栄光を盗んではいけません。私たちは、自分から出たのではない、すべてのことは神から出たことであり、私たちの能力、私たちの時間、私たちの持ち物、全部それは神様からいただいた恵みであり、自分から出たものではありません。特に私たちは十字架に栄光を返します。十字架に栄光を返します。それはイエス様の十字架の行いによって私たちの罪が許され、私たちは自由になり、そして神から恩恵を受けるようになりました。ですからそれは自分から出たことではありません。十字架のおかげなんです。ですから私たちは絶えず十字架に感謝すべきです。イエス様に感謝すべきです。大石さん、おはようございます。皆さん、皆さんが例えば世の中を見たときに、テレビを見たときに、ネットを見たときに、多くの人は誰に栄光を返してますか？多くの人たちは、誰に栄光を返しているでしょうか？アイドルの人たち、歌手の人たち、スポーツ選手の人たち、
誰に栄光を返してますか？誰に栄光を返してるでしょうか？あ、花さん、おはようございます。多くの俳優、多くの歌手、多くの有名人、多くのスポーツ選手、芸術の人たち、自分に栄光を返しているのではないでしょうか。自分に栄光を返しているのではないでしょうか。それは、聖書からすると正しくないということです。イエス・キリストを信じないということは、結局イエス様に栄光を返さないということでもあるわけですね。イエス様を信じないということは、結局は自分の栄光を、崇めていることになるのではないでしょうか。イエス・キリストを信じるということは、イエス・キリストを信じるということは、自分に栄光を返していることではなく、イエス様に栄光を返していることになります。私たちはそれが正しいことだということが分かってきました。私も以前はですね、野心家で、自分に栄光を求め、お金持ちになりたいとか、有名になりたいとか、何か権力が欲しいとか、まあ、そういうですね、権力を求める人、お金持ちになりたい人っていうのは、結局自分の栄光を求めているのではないでしょうか。有名になりたい、これも自分の栄光を求めているのではないでしょうか。多くの人がそう思っていると思いませんか。皆さん、有名になりたいと思ってますか。権力が欲しいと思ってますか。お金持ちになりたいと思ってますか。それは自分の栄光を求めているのではないでしょうか。まあ、それが罪と言っていいでしょう。ですから皆さん、罪というのは自分に栄光、自分の栄光を求めること、自分の栄光を求めていること。皆さん、よくね、よく言うんですが、昔の自慢話する老人とかね、自分が、ああだこうだって自慢する人、何か嫌な感じしませんか。自分のことしか喋らない、ね、自分の自慢話しかしないような男性女性、そういう人たちってあまり嬉しくないですよね。なんかあんまり聞きたくないっていうかね、その自分のことしか言わない、自分のことしか自慢しない、自画自賛の人、あまり嬉しくないですよね。私聞きたくないですよね。私たち聞きたくない。まあ誰でも、まあ自分が褒められたいとか、自分を褒めてくれる人の話は聞くかもしれませんね。でも実はですね、自分を褒めてくれる人とか、自分が評価されることを多くの人は求めますが、それも良くないんですね。それも良くないんです。私たちはね、こう自分を自慢している人の話も聞きたくないと同時に、自分のことを評価される話、自分がですね、栄光を返す、自分に栄光が来るようなことも、それも避けなきゃいけないんです。わかりますか。そこが大事なポイントです。じゃあどういうことですか。つまり私たちはイエス様に栄光を返すこと、イエス様が評価されること、ね、皆が崇められますよ、主の祈りになりますよね。皆が崇められますように、イエス様が評価されることに関心を持つ、そして自分もそうする、それが正しいあり方なんです。ですからイエス様を信じるっていうのはそういうことです。イエス様を信じないっていうのは、結局自分を崇めたい、自分を崇めたい、それがイエス様を信じないということなんです。イエス・キリストを信じるというのは、イエス・キリストを信じるというのは、十字架を誇り、イエス様を誇るということなんです。ですから皆さん、私たちは正しいあり方、誰に栄光を返すんですか。皆さんの心は誰に栄光を返してますか。
それをチェックする必要があります。口には出さないかもしれない、口には出さないかもしれませんが、結果的には自分に栄光を返しているということです。多くの人は、自己中であるとか、自己中であるとか、自分が褒められたいとか、自分が認められたいと思うことは、結局それは自分に栄光を返しているということになるんです。それが罪なんだよということですね。私たちは、あ、私は罪がある、私は褒められるべきものではない、誇るものは何もない、自分の中に誇るものは何もない、そういうふうに、悔い改めることこそ、自分は無に過ぎない、自分はもっと全く本当に、良いとこがないと、そのように認めることが本当の謙遜ではないでしょうか。ヒトさん、病院の先生も自分の目を欲だけで診察してる人もいます。そうですね、この世の先生と言われる人たちはですね、先生と言われることに満足をします、ね。まあ、誰でもけなされたくはありません。誰でも認められてほしいという気持ちがありますが、ただ、それ以上であってはいけませんよね。自分が自分以上に崇められるのはよくありません。まあ、人間として認められることはそれは必要かもしれません。でも私たちは本当に崇められるべき方を崇めるべきだと思います。安倍首相の伊勢神宮参拝にキリスト教会から抗議声明。伊勢神宮はね、天照大神を崇めてます。天照大神は、古事記の出てくる、女性の神なんです。でもですね、古事記読むとですね、もうめちゃくちゃですよね、めちゃくちゃですから、その日本の神話、日本の神話の中に、日本の国があるというのは本当にそれは良くないと思います。多くの人はそのことをよく知らないかもしれません。私たちは真理のうちに自分を置き、真理のうちに国を置くべきではないかと思います。伊勢神宮に栄光を返す、天照大神に栄光を返すことがいかに愚かか、いかに間違ってるか、ぜひ皆さん自身で、調べて考えてほしいと思います。安倍首相は、偶像に栄光を返している、ね、偶像に栄光を返しているということになります。それでは明石タイムいきましょう。今日の、イエス様を信じて、イエス様を信じて、以前は自分に栄光を返し、偶像に栄光を返していたけど、それは間違っていた、間違っていた。イエス様を信じて本当に栄光を返すべきお方が分かった。本当に栄光を返すべきお方、この万物を作り、私たちを作ってくださった、そして私たちのために死んでくださった本当の神様、生きている神様、唯一の素晴らしい神様に、イエス様を通して栄光を返すようになった証、スタート。ジャックさん、自分の栄光を考えて商品案内をしてしまったので悔い改めます。アメン。ルーさん、以前神社のお祭りに参加して
いて、家に戻ったら空き巣に入られていました。ああそうですか。ケンタッキーさん、精神疾患で仕事がつらいです。やめて治療に専念するのは罪ですか？ いえ、そんなことはないですよ。ケンタッキーさん、イエス様を信じてください。イエス様を信じれば、心が癒されていきます。ヒットさん、イエス様のおかげで何事も行動を起こす前に踏みとどまることができました。アメン。栄光の架け橋っていう歌、どういう歌か、ごめんなさい、わかりません。あやこさん、バイト行ってらっしゃい。ジョージさん、はい、プロテスタントです。プロテスタントのカリスマ派です、ジョージさん。モクさん、以前は偶像崇拝していたので愚かでした。偶像崇拝の時は考え方も愚かでした。今はイエス様に栄光をお返しする人生に慣れて本当に良かったです。本当の神に出会えて救われました。アメン。栄光を返すというのは、ね、まさに礼拝崇拝ではないでしょうか。イエスキリストを信じる、それはイエス様に栄光を返すこと、イエス様を崇拝することです。多くの人は自分に栄光を返し、偶像に栄光を返しています。そこに問題があるんです。間違ったものに栄光を返す、間違ったものに栄光を返す、それは本当の神様は喜ばないでしょう。本当の神様は本当の神様に栄光を期することを喜ばれるのではないでしょうか。こう考えてみてください。私たちもですね、私たちを認めない人は嬉しくないじゃないですか。私たちをいじめたり、ね、罵る人たちは嬉しくありません。私たちを認めてくれて、人権を認めてくれて、自分の意思を認めてくれるものを私たちは喜びますよね。神様も同じです。神様を認め、神様に栄光を返し、神様に感謝するもの、神様が認めるのは当然なことではないでしょうか。ヒットさん、過去の栄光を捨てて前に進もうと思います。ヤギさん、毎朝元気の出る放送ありがとうございます。自分に栄光を返す人はますます傲慢になります。偶像崇拝をすると、傲慢になります。日本の戦争は、日本が天皇崇拝をした偶像崇拝によって傲慢になり、その、傲慢によって戦争を引き起こしました。ですから、今の日本はそのことを理解しなければいけません。なぜ戦争してしまったのか、なぜ日本が戦争したのか、それは、偶像崇拝から来てるんだという恐ろしいことなんだ。多くの日本人も知りましたし、アメリカ人、アジアの人もたくさん知りました。その原因が日本の偶像崇拝、日本の偶像崇拝によってたくさんの人が死んでしまった。そのことを今の、日本政府は理解していません。今も伊勢神宮を参拝し、その天皇制を肯定して偶像崇拝を続けようとしています。
日本はまだ戦争の原因を知らないで、同じ原因を、その強調しようとしています。皆さん、そこに大きな、懸念があるんです。ぜひ皆さん、罪というものを理解してください。罪というのは偶像に栄光を返し、自分に栄光を返すことだ。多くの人はまだその危険な偶像崇拝の中にあるんだ、傲慢に歩んでるんだ、傲慢に歩んでるんだということです。私たちは罪を認め、悔い改めてイエス様を信じて、本当に栄光を返すべきお方に栄光を返す生き方、神様に対して正しい生き方をするべきです。今日の放送を聞いて、ああそういえば今まで自分を自慢していた、自分を評価されたいと思っていた、自分が一番になりたかった、自分が有名になりたかった、権力が欲しかった、結局は自分が高くなりたかった、しかしそれが間違ってるということが分かった。これからは自分に栄光を返すのではなく、本当に栄光を返すべきお方に栄光を返したい、そう思う方はアメンと言ってください。アメン。これからは、自分がへりくだり、自分の罪を許すために、死んでくださった方に栄光を返そう、イエス様に栄光を返そう、十字架に栄光を返そうと、そのように思う方、アメン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 。アメン。天の父様、私たちは知らず知らず、自分というものを、自慢し、自分が認められてほしい、自分に栄光を返したい、褒められたい、自分というものを、自分というものを人よりも勝ったものにしたい、そのような自分に栄光を返すような生き方をしてました。イエス様もごめんなさい、それは大きな間違いでした、高ぶりでした、傲慢でした。しかし本当に崇められるべきお方、イエス様だけに栄光を返します。以前は自分中心でしたけど、イエス様の皆が崇められる、イエス様に栄光を返すような生き方をしたいのです。今アーメンと言った方々がそのように生き方を変えて、生き方を変えてイエス様に栄光を返し、イエス様が喜ぶような生き方、イエス様が喜ぶような生き方を始めることができますように。イエス様どうぞ、この世に必要なのはそのような人たちです。傲慢な人たちではなく謙遜な人たちが必要です。力ずくで人をコントロールするような言い方ではなく、神の愛で平和を作る人たちが必要です。イエス様どうぞどうぞ、多くの人の生き方を変えてください。多くの人の生き方が、自分に栄光を返す生き方ではなく、イエス様に栄光を返す生き方が、起こされていきますように。どうぞ今放送を見ている方々がまず、イエス様に栄光を返し、イエス様を喜ぶ生き方ができるように助けてください。日本が、神社やお寺、偶像が崇められる日本ではなく、十字架が崇められる日本、イエス様が崇められる日本となりますように。日本を憐れんでください。日本を作り変えてください。日本に新しい本当の日本が生まれますように。どうぞリスナーを用いてください。リスナーを祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。皆さん今日も、神の御心を行って神に栄光を返しましょう。
神様の皆を汚すような、言動を慎んで、全てのこと、食べるにしても歩くにしても神の栄光を表して歩みましょう。それではまた夜7時にお会いしましょう。ありがとうございました。シャローム、良い一日を。シャローム、シャローム、シャローム。